気をつけ。よろしくお願いします。よし、これこっち持ってきたら見えんからな。よし、よし。群青、これチェンマイワイカのリクエストでもあんねんけどな。ああ。まず歌わな。
なりあらばひてのこえをきき日露戦争、日清戦争、1894年と1904年、その彼の手あの映画連合艦隊のテーマソングやって、俺この映画見に行ってさ、最後にこう鳴り打ち上げてさ、こうタラタラタラって流れてくるね、涙出そうやった。だからこれともう一個先物の歌っていうのあるんだけどな、これもチェンマヨージのリクエストやねんけど、これはあの講演会の講演会と魂の叫びの時に歌うねん。で俺いつもギターで歌うとないからさ、マイクを感情たっぷりやからさ、こうギターこれだったらできへんねんけどみたいな。で今また、ヒーローからは何やったかな、野風像や。で環境からは糸。糸やわ。これなんかこうどん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 俺は新しい曲はあかん言うてんのにさ、まあまあええわ言うてこうまた大変や、もう休ませてくれへんわ。とりあえずまあ群青や、
まあだから感情通りやけど、ギターも難しい、コードいろいろ変えてどうこうして、前奏もなんかこうミニコピーやから全部コピーも変えてるからさ、まあなんか寂しそうな雰囲気が伝わればいいかなみたいな。でまあ群青な、花に似て儚きは人の命、かっこいいで、花に似て儚きは人の命か、人の夢とか言って儚いねって、すごいな。よし、で今日はパッ、今日のポイントみんな調べたか、調べていきなりドリマ抜くからな。はい、バーン。学校で習った歴史を鵜呑みにするな。なんでか、歴史っていうのは勝者の歴史やねん。勝ったもんがええように言うねん。だから学校で習いました、その通り、違うからな。これはよう覚えとかなあかんねん。学校でやる勉強勉強勉強、これは社会出ても人間関係でも全て一緒やねん。一人の意見を聞いてこうやみたいな、それはすごい危険っていうことな。でもそれはマスコミとかどうこうなったら当たり前になってくるわけやんか。例えば明治政府にしてみたら江戸幕府って悪者や、だから新選組悪者や。俺ちっちゃい時で言うたら、俺らの世代って全部クラマテングっていうこうドラマがあったわけや。そしたらドラマクラマテングが出てきて、杉作のが出てきて、革命自身の子供やけどな。で、あと、木戸公園とか、桂小五郎とかな。出てくるね、いろいろ。坂本龍馬も出てくるわ。でも、それは、あくまでも、新選組は悪者やねん。ずーっと続いた。で、あと、司馬太郎とか、こう、いろいろが、こう、剣をなんとか、この間の映画とか、どうこうとか出てきて、新選組がこうええもんになってきたりするけど、大きな流れとして見たら明治政府から見たら新選組いらんみたいな、これが世の中の歴史の流れやね。だから今ほらそこばっかり取り当ててもあかんから、ちょっとこうそれでも分かるようにな、ちょっと歴史をこう、例えばな、じゃあみんなやったんやんか、明治維新を語る、じゃあ明治維新って何やって聞かれたらどうやって答える。答えないねんけどさ、まあいろんな歴史学者に言うたら、ペリー来航1853年や人は降参、それが明治維新の最初っていう学者さんがすごい多い。だから逆にほら条約改正がどうとろこうとろとかな、陸奥宗光とか小村寿太郎とかなってきたら、日米修好通商条約1858年から明治維新って考えたりとか、いろいろな説があんねんか。さ、まあ大きな流れとして見たらペリーが来てからと考えたらええわ、まあ、な。でまあなんか調べとせいや、明治維新とはって調べたら、あ、これちゃうわ。明治維新とはって調べたら、こうやって出てくるわ。な。薩長土肥の倒幕運動や。な。で、近代改革の政策。富国強兵、殖産興業など、なんかわけのわからないのが出てくるなーみたいな。要は、薩長土肥の倒幕運動やね。これ前も言うたけど、今日はな、いろんな話脱線しながら行くから、よう聞いとけな。で、自分の興味あるとこだけ深掘りしていったらいいから。例えば、どういうことか言ったら、前言うてんか。尊王攘夷って言うてんか。尊王攘夷と砂漠開国や。これどんな俺書いてなかったかな。お前ちょっと書いとくの忘れるやろと思って。書いてへんかったかな。書いてへんな。まあいや、もう適当に言うから覚えてくれ。これ今からずっと歴史をやっていくけど、
例えば言うてんか、あの例えばあの尊王攘夷イコールあの何ね、幕府から見たら悪もんかもしれへんやんって言うてるのがちゃうどって言うてね、尊王攘夷、まあ、ほんまに字書かないけど尊王、天皇を崇めるということや。これ江戸時代、江戸幕府にしてみたらそうやもん。征夷大将軍というのは天皇から政治するやつ全て任したよっていう権利やね。だから江戸幕府において政治をいろんなこといちいち聞かんでええねんか。だから条約やったんか、日米和親条約の時言われへんけど、日米修好条約の時にえらいわー揉めてわーって米天皇が文句言うてんか。本当はおかしいね。なんでかってちょっと歴史勉強になるけどな。ほら、あの室町幕府の足利義満とれよ、三大将軍、あれは日民貿易、民と貿易してて、で朝貢国になります言うて、はは天皇の許可得てへんからな。わかるだろうけど、ということは、家康なんかもそう違うかな。いちいちそんな天皇の許可得てない得てない。だから言い方がたら平清盛の日宋防衛の時、まああの時はまあほらあの征夷大将軍ないからまた別としようか。でも考えてもさ、いちいち天皇に聞かんでもええねんもん。政治に関しては全部任されてるんやから。でもそれ安倍政宏、まあちょっと難しいけどね、安倍政宏っていうやつがえどないしよう、みんなに意見聞こう言うて聞いたからやね。これちょっとまた難しい話するけど、ペリー来航たれやん、これ1853年に来たやん。これでもなちょっと難しい話するけど、1848年に多分ケッペルやったかな、ケッペルのが日本に来てんねん、裏側に。ところが安倍政宏がさ、長崎行ってくれみたいな、要するに出島やからな。そして拒絶したわけや。なだから名前忘れた、ケッペル、チャックマシンはブリュッセル、ブリュッセル、なんか忘れた。 そいつな、そいつにしてみたらこう、要は中国へ来ててんけど、中国かな、やってきた、あの東南アジアに来ててんけれども、自分のボスが病気で日本来られへんかったん。いや多分アイエン戦争の後かな、アイエン戦争の後で、要するに清とイギリスは条約結ぶやんか、アメリカもうまいこと言って条約結んで、日本もそうやったら世の中だったら条約ついから次、ほらオランダ、フランス、イギリスって全部条約結んねん、同じやねん。でそのついでに日本へ行こうと思ったら、その幹事、あのボスがアウトになって、その部下、名前忘れた、それだけが日本に来たわけやんか。そして安倍政宏、まだ30何もや。でその時にいや言うて拒否したわけや。なんでかって言うたら、1848年って言うたら、オットセイ将軍家成が1825年に外国船、異国船打ち払い令出してるから、外国船見たらやっつけーってなってるからな。だから安倍政宏は俺喧嘩になったら怖いしな、その時2隻で来てんけどな、喧嘩になっても嫌やしと思って、で長崎行ってくれってなって、そのまま彼は帰ったら、要するにアメリカはほら共和党と民主党揉めてた時やってん。でだから何やお前でけんかったんかってすごい叱られたみたいな、そのやった後やったから、ペリーは何とかしてあの条約結ばなあかんなみたいな必死やったやんか。とまた話前後するけど、いろいろ飛ぶで今回はな。例えばさ、これ今いろんな歴史もあるでもさ、世界から全く見てないやろ。これ世界から見たら見方がガラッと変わんねん。どう変わるか言ったら、まずなアメリカ大きな戦いってね、そう南北戦争やろ。
北軍と南軍があってグラント将軍とみたいな、覚えてるか、グラント将軍かって大統領になったんやで。でそれがこう1866年や、わかるか、1866年、わかる、終わりました。鉄砲、機関銃、イランはな、二足三門やわな。どないしたと思う？そうや、日本に運命。その時に頑張ったんが誰？武器商人、グラバーや。その当時グラバーはまだ21かそこらやからな。そしてアホなやつおれへんかなって白羽の矢が立ったんが坂本龍馬や。なんでかって言うたら、ここで内乱を起こしたら、ね、日本で内乱を起こしたら武器買うてくれるやん。それとほら、なんで日米ペリーが強硬に攻めへんかったかって言うたら、このペリーの後次ハリスが来るやん。これ多分ペリーが1853年に来て54年に来るぞいかって、あの時の大統領フィルマーかなに言われてんねんけど、絶対に空砲とか祝砲はええけど絶対攻めたらあかんと。なんでかって言うたら、なんで戦争したらあかんか理由があんねん。これはな、万国法ってあんねん。あの坂本龍馬がさ、あのいろは丸ぶつけて日本で一番最初の保険金詐欺したやつあれやんか、あれかって万国法みたいなのがあってみたいな、万国法の世界に通用する法律やねん。それに手足合わせたらイギリスが来るわけやんか。そしたらアメリカも他もどうかなってイギリスの思うぞになるから、アメリカにしてみたらまだ建国80年ぐらいや、いひひむちゃでもやからさ、80年ぐらいからあんまり逆ろうたらあかんっていうことで絶対いざこざ起こさないにしたかってん。ほんで南北戦争があって、これはどこか武器買えへんかな、どこか折れへんかなみたいな、日本武器買わすようにせえ、どないしたらええの。幕府と当時イギリスは薩摩に近い出とったな、フランスは幕府やな。ほんだらそこでイギリス、アメリカにしてみたら、そんなん関係なし、自分とこがぶんどらなあかん、普通なことやかんから、まず儲けたろう。それで薩摩と長州、薩長連合や。薩長連合するいうことは、幕府と、今まで薩摩っていうのは公武合体で幕府べったりやったやんか。長州と薩摩めっちゃ仲悪かったんからな。金門の変の時には薩摩っていうのは幕府側やからな、会津とか桑名とか一緒に。でその後8月の18の政変があって池田事件があってとかあったやんか。なんでやねん急にみたいな。グラバーが坂本龍馬な、おい、なんとかこうやるって。で武器をとりあえず長州は あの武器買われへん、お金あるけど、そしたら薩摩に頼んでみたいな。ですんねんけど、多分1000万か2000万ぐらい儲かんねやんか。だからこうそれを渡したら、長州かな、いらん言うて返すねん。薩摩に返してもいらん言うて坂本の方がポッポな言いなすんねん。それで船買うねんか。船買うて沈没してみたいな。でこれは働かなあかんな言うて、あのいろは丸事件が起こんねやんか。まあまあ、あとそれは自分で調べたらいいけどさ。だから、そういうのがあって、ペリーが来た、どうこうがあった、戦争したら、万国法でイギリスが出てくる。あかん、やばいやばい。そしたら、まず金儲けしよう。南北戦争で終わった、鉄砲とか、機関銃とか、大砲を撃ったろ、みたいな。大儲けできるやんか。もう戦争終わったら。そして、ポータンが、薩長連合。なんかおかしいんだろうとか、そっちも倒産やな、坂本龍馬みたいな、薩摩と長州仲良く、じゃあ喧嘩してるところを仲良くさせてみたいな。グローバルに見てみる、面白ないか。もし俺らはそう考えてんねん、戦争終わったみたいな、武器いっぱいある、どこか買うてくれへんから、買うてくれたら嬉しないか。買うてくれたらどないすんねん、そこ戦争させたらええねんやろ。
多分ほらアフリカの時に戦争させるにどないするかって言ったら、一個の組にタダで武器いっぱいやんねやろ。だ勝てるやんか。勝ったら自分らの思うないです。全く一緒やもん。そんなん世界史やってんかったら見えへんねん、これ絶対。ビリーが来たのは、あの捕鯨船で、俺らがなるときは捕鯨船で水と食料を調達するためにってなるんだけどな。あれあれあれ、反対から回ってきてんねんでみたいな。なだからその辺のところが世界をすごい見てたらガラッと変わんねやんか。でそれはちょっと歴史はずっと戻るぞ、ちょっと戻るんだけどな、大航海時代だったやんか。それは意欲に燃えるコロンブスとかバスコダガマとかいろいろあったやんか。それで日本に来たもん誰やねんみたいな。一番最初にメガネ持ってきたやつや。徳川家康がメガネしたやろ。メガネ持ってきたやつは誰や。誰やねん。フランシスコ・ザビエルやろ。ザビエルが来たりどうこう来たりしてたやんか。ほんで九州。最初、裏のザビエルはさ、矢次郎というのがこう、日本人相手にこう連れてきて、チパンゴワみたいな。で、鹿児島、あの、薩摩藩で、こう、やって普及すんねやんか。ところがさ、おもろいね。なんで薩摩追い出されたかって言ったら、同性愛を認めんねやんか。それあかんやろみたいな。おかしいよみたいな。ほんで、九州へ来んねやんか。それまた調べたらおもろいねんけどな。ほんだら例えば大友総理なんか、あのキリシタン大名だけど、その年なんか全然違うかったからな。貿易儲かろう言うて、よっしゃよっしゃって、その後あの天王少年施設内で荒丸千代とか千々岩巡とか、4人行ったんか、伊藤満書とかな、あれのとにあの辺はずっとあのキリシタン大名やわ。ほんだらほっとったらさ、秀吉の時代からさ、あんまり神が見えへんかったんけどさ、長崎を外国人に渡してまうねんか。俺、ふざけんなよってなるやん。そして、キリスト教迫害すんねんか。迫害よりも、宣教師を、もう、おるな、みたいな。ような形にすんねんか。でも、貿易では儲かるけど、みたいな。だから今度、家康は、最初、リーフデゴを言うてさ、三浦按針とヤン・ヨースデン。三浦按針、ウィリアム・アダムスや。ヤン・ヨースデンみたいなの。あれ、八重洲口の、八重洲のな、あれの名前や。が、イギリス人で来んねやんか。で、喋ったら、おー、これはええなー、言うて、イギリスの政治顧問にすんねやんか。ほんで、スペインが、銀の生成法をメキシコからやってて、みたいな。それをすごい知りたかったんや。で、最初、スペインやってんけど、断られて、みたいな。ほんで、イギリスによいしょすんねんけど、みたいな。で、1613年ぐらいに、キリスト教一応禁止すんねんけどな。禁止して、で、家光の時に、もう徹底してキリスト教アウトになる。なんで言うたか。島原の乱が起こんねん。1637年に島原の乱が起こんねん。待てよ、みたいな。これは、宗教を絡んだらめっちゃ強いなって思うねんか。これはちょっとやばいぞと思って、その2年後1639年にポルトガルを来るなって言うねんか。まあ一応学校では1639年に鎖国って言うねんけど、まあある本では出島が1641年に関して、まあどっちでもや、39年要するに鎖国や、そっからアウトってなんねんか。なんでやって、キリスト教をどうこうしたら、当時に具合悪いわけや。朱子学はいいけど、今までこの儒学にも朱子学をするみたいな。ほんだら、吉宗の時に、キリスト教の本はあかんけど、科学とか、天文学とか、だからいろんな他の本は入れてもかめへんみたいなやるわけやんか。でそのうちにこう、世間で言う鎖国って言うんやけど、鎖国っていう言葉なんかずっと使ってへんかったからな。しずしいつを、なんとかしぶし、いつが、多分1800年ぐらいのやつが、
鎖国論っていうのを書くんやけどな。でもそんなん指摘であんまりどうこう充電がっても。だからなんでかって言うたら、別に日本は鎖国をしてるつもりはないねん。なんでか言うたら、琉球は琉球国やんか。そしていろんな国と貿易、玄関口になって薩摩藩が大儲けしてるわけやんか。当然前やけど。ほんで、壱岐っていうのは朝鮮貿易やんか。ほんで、函館っていうのはアイヌと貿易してるやんか。で、出島っていうのはオランダやんか。4カ所あったからな。だから鎖国してるわけじゃないねん。厳密に言うと。でも、明治政府にしてみたら、鎖国をやって開港して、はい、文明感化を取り入れた方がかっこいいやろ。常にそういうことやねん。みんなな、学校で習ったからそう、ちゃうからな。薩摩は、あれの時に、パリ博の時に、五代友厚と例のモンブランが同行してて、琉球王国でにやってねえからな。ふざけんなってなるやん。幕府に内緒に。佐賀藩も出てて、みたいな。だから、幕府。だから、要は藩っていうのはな、まあみんな勘違いしたらあかんねんけど、将軍が全部を治めてるみたいやけど、藩がそれぞれやってるからな。だから、そこの地元の国民は、将軍よりも、そこの地元の殿様、地獄愛のがすごいね。特に長州とか、薩摩とか、戸様とか、特にな。そういうの頭に入れとかなきゃね。で、例えばじゃあ、みんな見せてたら、生麦事件のがあんねん。また飛ぶけどな。1862、生麦事件のがあって、62年かな。ほんだら、要するに、行列のところへ、イギリスの4人が馬乗ってきて、みたいな。で、1人殺して、みたいな。その金誰払ってんねん、みたいな。幕府やからな。めっちゃすごい金、幕府が払ってんねんから。薩摩払ってへんねんから。めやめやめやって。考えたら、ええ加減やんか、薩摩。いや、幕府の言う通りやって殺した、みたいな。ええ、みたいな。で、逃げて。なら、イギリスが行って、戦争になって、それ撮影戦争やんか。で、これは語れへんと思ってな。これはあかんわ、と思って。ほんなら、高杉晋作なんかはさ、見てみよ、お前。生麦事件でみんな頑張ってるのに、長州何してんねん、みたいな。だから、高杉晋作って世間ではすごい評価高いけれども、ちょっと待てよって。彼はもう、結核で死ぬこと分かってたからさ、ボロクソに当ててたまたま当たったばかりに、彼失敗ばっかりしてんねん。失敗ばっかりしてたまたま当たった。失敗ばっかりしてたまたま当たった。上海行って、軍艦こうって怒られて、パーなったりとかな。その時に五代友厚も一緒に行ってんねんけどな。だそんな、行ってて、イギリスがもうすごい中国人が惨めなのをすごい見てるわけやんか。だから植民地になったらあかん。外国あっちゃいけんじゃないやんか。軍艦もこうて。でもそれを、佐久間正山、地元では、定山、象山って言うんだけどな。は、すごく知ってて。だから、公武合体で開港やね。開国。公武合体で開国。これちょっと覚えとってくれよ。めちゃめちゃ飛ぶから大変やぞ。ほんで、ペリーが来て、で、今度は、これ。尊王攘夷と、砂漠開国や。これ別な。尊王攘夷。これ長州や。要はな。ほんなら、例えば、島津藩はあるから、最初尊王攘夷やね。久光の時なんかは。久光も外国嫌いからな。ところが、最後は、尊の派で、攘夷ではないね。なんでやったら、こんなん勝てるわけないわと思うから。長州も。こんなん勝てるわけないわ。だから、尊の倒幕に変わんねん。だから、尊の言うたら、例えば、江戸幕府にしてみたら、将軍から、天皇から、許されて、当時してんねんから、政治面は。
一応あがめてるやん。そやろ、実際やってるのは自分だけど。あら、わかるかな。だから尊王、どっちも尊王やねん。天皇あがめてめちゃめちゃしてないやん。だから公武合体ってわかるかな。公と、だから明治政府が公武合体で河野和宮はもうて、皇室と仲良くならなってことは、尊王やからやんか、天皇をあがめてるからやんか。ということは、戦争する意味が全くないねやんか。尊王攘夷が尊王から倒幕やんか。これ尊王で開国やんか。おえってなるやん。話前後するけどさ、俺らがおえて鞍馬天狗って言うてんか。だから鞍馬天狗が、はい、明治政府を迎えました。鞍馬天狗どう思ったか。おい、長州、おい、薩摩、ええ加減にせえって怒ってるからな、鞍馬天狗が。なんで言うてることガラッと変わってんか。尊王攘夷や言うててもさ、倒幕がメインやんか。で、戦争して、おい、何してんねんみたいな。幕府にしてみたら、天皇と組んで、ね、で、孔明天皇はやっつけ言うてるけど、慶喜なんかは、待て、開国して、今開国でせい言うてるけど、それはもう、って言うて、絶対にほら、日米修好通商条約で条約を結んでるから、それはあかんと思ってね、孔明天皇は分かれへんからな、みたいな感じやねん。だから、戦争する意味なんか全くないねんか。じゃあなんで戦争したん？そうやね。日本で武器買うてほしいから。南北戦争の後で武器余った、買うてほしい。かとって自分とこ戦争でけへんみたいな。そしたら内乱起こせ。どうしたらええねん。薩摩困ってる、このままやったらアウトや、長州おい、政府と気になんねやろ、そしたら組めやみたいな。それをこう外国民言うけど操られてるわけやろ。で、上手に武器、長州からは薩摩から起こった武器でみたいな。薩摩とか長州とか軍艦皇帝とか、わかる言ってること。だから同じやねん。パークスも、パークスイギリスのやつな、もう同じこと考えとってん。だからフランスは誰だったかな、忘れた。フランスは要はこう600万ドルお金を借りようと思ってんか、あの小栗忠政が。ところが例のあのモンブラン、いらんことしてみたいな、知恵つけてみたいな。で、五代友達と組んでみたいな。要は、アメリカに栄養に踊らされとって、武器いっぱい買うて、いっぱい金払うて、みたいな。で、グラバーが豪邸建てて、みたいな。これが日本なんや。これ、世界史から日本見たらそうやろ。イギリスは同じように、植民地できるわと思ってたわけやん。だ、日米和親条約の後、次どうしたかって言ったら、ペリンの次ハリスが来て、こんなんしとったらさ、イギリスに植民地化されるでって言われたら、確かにそうやな、言うて条約結ぶわけやんか。天皇の勅許なしでな。別にペケじゃないねやんか。ほんだら、勝手に結びやがって言うて怒ってるけど、おかしないかみたいな。お前ら明治政府なんてどないしてんねん、開国やんかみたいな。文明取り入れてるやんか。その時政府がやったら文句言うてみたいな。結論的に日本の内乱を起こさせるように持っていって内乱が起こってるわけやろ。アメリカにしてみたら武器いっぱい買うてくれて、お、嬉しいな、当たり前やもん。イギリスも薩摩からよし、武器撃って、長州にも撃って、どっちも。要は、日本を内乱させる。日本で内乱させたら武器売れる、みたいな。そんな大きな目的、絶対学校で教えへんやろ。だって南北戦争って知ってるやんか。その後どないなったんみたいな。ほら、撮影戦争、イギリスと戦争した。もうこれ語れへんわ。四国、下関、これだけって、
高杉晋作が第2回の時に呼ばれんねんけど、もう彼がもう絶対もう、背水の陣で集めてたから、伊藤俊介、だから伊藤博文が来て、最初70人やってんからな。だから、彼は、松下村塾の文科生で、日下源次と、高杉晋作がすごい言ってるけど、実際に、日下源次は、要するに、松下村塾っていうのは、ものすごい困難になってる。佐久間正山はすごく大きく見てるけど、吉田松陰はこう、すごくちっちゃい。だから、前も言ったように、長井雄太っていうのを調べてみ。すごい解明ってどうかやけど、高杉晋作は続投派と呼んだりとか、自分らは正義派やけど、高杉晋作がやってることめちゃくちゃやからな。たまたま買った。たまたま買ったやからさ。そんなこと、まあ、調べて面白いけど、みんな美化されてるけど、やってることめちゃめちゃ。で、一番、松下村塾でどうこうしたんは、前言ったけど、茜武人っていうのは、それは、松下村塾の文科生やけど、吉田松陰の考えの通りにやってる。高杉晋作はめちゃくちゃ。なんで、上級部族やったから分からへんねん。まんまさん、あかん。話飛ぶわ。熱帯性奉還だった。これ買って、吉野部が返したら、薩摩も長州もどうすることできへんねんか。で、次、そうやんだ。王政復古や、みたいな。じゃあ王政復古って何かって言うたら、土地とどうこうみんな返しましょう、みたいな。いいですよ、みたいな。返したら戦争できへんやん。戦う口実のありなくなるやんか、薩摩と長州。で、最後は高森がさ、そや、言うて集めたんが、今度は赤報隊やつやねん。で、これヒゲルの、どっちもみんな、竹とは30代、こっちがもう、相良創造のんだけど、そいつも、最初、庄内藩を焼いて、文化になったら薩摩藩へ来いって、薩摩藩も焼いて、それで、鳥羽伏見の戦い、戊辰戦争が起こってんねんからな。要は、イギリスから見たら、アメリカやイギリスから見たら、おお、揉めろ揉めろ、おお、揉めろ揉めろってなってるわけやろ。知らんやんか。おお、どんどん、戊辰戦争。ほんで、めちゃめちゃずるいんで言うたら、岩倉朋美、錦の御旗、勝手に作ってんねんからな。おい、ふざけんな、みたいな。もう誰の許可で作ってんねん、みたいな。明治天のちっちゃんやし、みたいな。なんで言うたら、込めてんのなくなった。はい、みたいな。いい加減にせえ、みたいな。ほんで、新政府では、俺は、クゲやんで偉そうですけど、クゲでもめちゃめちゃ下の方やねん。で、三条実美の8月の18の千円で一応失脚してるからさ、三条実美の方がはるかに上やねん。位的にはな。岩倉朋美でめちゃめちゃ下やねんか。だから、8月の18日の千円とか、金門の変の時、時っていうのは、岩倉朋美どなしか言うたら、吉兆で折れへんからな。一個も参加できてないねん。何したかって言うたら、公女和宮をうまいことこうやったから、みたいなんで、でもそんな61年やからさ、アホか言うて、吉兆されてんねんか。まあ、その辺またややこしくなるわ、もう。で、明治政府、だから薩摩長州はどないしたかって言うたらさ、天皇公認にしてやわけや。無理やりやん。16歳やねんもん。無理やりもん持ってきて新政府や、歌って。ええー、みたいな。目的は倒幕なためやんか。幕を倒したいため。そのために、天皇持ってきて公認やんって言うけど、おえや、みたいな。天皇中心。前も天皇中心やんか。だって天皇が政治できるわけないねんから。で、話し合いよ。だって、薩摩長州でやってるんやもん。反発政治やもん。で、外国となんか言うてること違うやんか。今まで外国あっちゃいけ言うたのに、いきなり外国と仲良い言ってるやんか。これおかしいみたいな。ほんで、明治維新になるわけやんか。で、これもっと早いんだよ、ほら。
で、岩倉先生って。新政府になったら、岩倉ともいうのは、部下連れて、要するに、伊藤博文とか、木戸公員とか、連れて行って、欧米視察行くんやからな。ふざけんな、みたいな。何考えてね。で、留守政府おったんが、西郷隆盛とか、板垣退助とか、江藤新平、帰ってきたら全部やられてるからな。ええ加減にせよ、みたいな。もう、うちわばっかり。だから、明治政府から、あと、戦争ばっかりやろ。西南戦争があって、あとは伏見があって、西南戦争があって、萩の乱、神風連の乱、わかる言うと、佐賀の乱に始まって、あと日清戦争、日露戦争、日華事変、第一次世界大戦、第二次大戦、もう戦争ばっかりやろ。江戸時代って264年、戦いないからな。いうふうに見たらすごい面白いね。で、廃藩置県があって、藩の借金全部肩代わりするっていうね。ほんで一応、藩主も借金ばっかりしてるから喜ぶやんか。あれ、ラッキーやな、思うやんか。部下も全部返しなさいってなって、藩の土地と、廃藩置県、どうかで、土地と人民返しなさい。でも、実力上げますって、10年間実力上げんやんか。給料。まあ、たくさんでやれんけどな。ほんで、1876年ぐらいに、実力処分を廃止すんねんか。ほんで、ちょっと待てよ、言って怒んのが、士族の反乱で、神風連の朝鮮の乱だった萩の乱とか佐賀の乱とか、あと最終的に西南戦争が起こって、みたいな。政府がやってること、めちゃくちゃやで、めちゃくちゃやもん。配当令禁止して、武士が怒ることばっかりやってて。でも、その間は西郷隆盛、いらんことするなよ、言って、彼らはいろんなことやってるんで、地租改正って言って、土地の 3% をお金で納めるようにするって。地租改正なんかすごいよ。73年にいろんな配当令もやってるし、いろんなことやってん。だから、実力これな、特権階級所。で、大阪の商人から金借りんねん。明治政府は。全部踏み倒しやからな。いい加減にする。もうやってることめちゃくちゃ。で、徴兵令。だって、藩内が薩摩、最初薩摩と長州やってんけど、人材不足やんか。だから、3年間徴兵やで。二十歳になったら3年間徴兵やで。地租改正。土地持ってる人は 3% 税金お金で払ってな、みたいな。で、抵抗受け。で、最初の総理大臣が、山形有朋やからな。山形有朋ってのは三代目の騎兵隊のボスやから。いろんなこと分かってても、やっぱり上下関係をせなあかんな、みたいな。めちゃめちゃ話飛んでるけどな。俺本当は言いたかったな。本当はこれ言いたかったん。あ、もうちょっと話別やけど、ほら。はい、これ写真な。これ後ろに置いた場合。なんとか、フォーカスなんとかで撮った場合や。これあれや、パパイヤ。パパイヤやねんって。で、もう一個も言うとこないから、はい。これ、横に並べんねん、ほら。そしたらピンが合うやろ。みたいなこと言いたいね。写真な。これと、これ、ハロウィンやで、みたいな。ちょっと後ろで、ほら。被写界深度の問題で。な。はい。で、あと、まあ、いろんなこと言いたいけど、俺、ほんまはこれやりたかったん。これをな、もう時間ないからあかんけど、佐久間昭山から見た明治維新。川上玄斎から見た明治維新。土方から見た明治維新。小栗忠正から見た、徳川将軍から見た、をやりたかったん。時間ないから。例えば、川上玄斎からしてみたら、これ第一長州征伐、第二長州征伐で、彼熊本藩やね。熊本藩。宮部定蔵が先輩やね。宮部定蔵は池田屋事件で殺されるわけやんか。ほんで、彼は長州へ行って、第一長州征伐、第二長州、汚い方法もみんな見てるわけやんか。で、彼は今度は一遍帰るわけやんか。熊本へ。そしたら捕まんねやんか。なんで言うたら、あっこは、熊本藩は砂漠やから、これ、尊皇攘夷やから具合悪いわけや。で、捕まって、その間に、大政奉還、王政復興、彼が出てくるのは、1868年の2月やからな。出てきたら、
もう全部変わってんねやんか。で、会いに行くわけやんか。長州の木戸公園とかに会いに行くわけやんか。めちゃめちゃ冷たいね。え、なんでみたいな。全然知らんわけやんか。自分がおるときは、尊王や、尊王攘夷だみたいな。倒幕やーとか言うといてさ、自分らが政権取ったら、え、西洋と仲良くして、え、言うてること全部ちゃうやんかみたいな。すごいかわいそうやね。で、明政府から、じゃあ明政府来るかみたいな。いや、断んねん。ほんだらこいつ、斬首や死刑や。めっちゃかわいそうだね。だからその後の抜刀斎でめっちゃかわいそう。みたいな、みたいね。佐久間昭山からしてみたら、彼は公務があったりやんか。仲良くやけど、ほら見てみ、言うてること、俺が言うてる通りになったらね、絶対言うてるわ。土方にしてみたら、え、なんかわからへんけど、俺は女民やけど、武士は武士らしくやから、え、自分の正常心ない。どうやったら夢、武士になる。手柄を立てる。あと、わからん。近藤勇に勝って、喜んでもって、長野、甲府行った時、金いっぱい使って、みたいな。で、勇められんねんけど、で、今度、流山いうとこで、自ら出頭していくねんか。なんとか山とや言うての名前は違うねんけど、顔してる奴がおって、アウトで、斬首なんねんけどな。勘違いすんねんか。俺は武士、旗本やみたいな。農民やから嬉しくじゃないね。多分、土方も同じなんか。いろんな役職を与えられたり。でも、政治的に何か持ってたか。ないと思うよ、全然。農民やから、そういう基礎の学力ないもん。確かに剣は強いかもしれん。みたいな感じやね。小栗忠政、超かわいそうや。いろんな改革全部小栗忠政がやってんの。で、ダメな時かって、どうやって解雇、イギリスって絹産業ですごい儲けとってんか。ところが、解雇が全部死んでんか。その時に、分かった。それから、その時、家内工業やってん。それをどうこう、一手に引き受けるからお金貸したろよって、やってやってんか。そして、パリ博行って、モンブランと一緒に五代ひっくり返されたことだけ。だから、そんなんがあるから、外国人をいっぱい雇い入れたりしてたやろ。お抱え外国人みたいな。吉野にしてみたら、はあ、もうよりいいねん。大阪城から逃げてきた後関係ない。俺はもう趣味ばっかり走ってるから。趣味ばっかり走ってるやんか。だからその時に、自分はもう70万石の殿さんじゃないねん、静岡。駿河藩じゃないねん。1868年からは静岡藩やねん。で、その時に、初代将軍、家里や。家里が将軍やねん。だから自分は趣味ばっかりで、要するに紐みたいなお金借りとったばっかりしてんか。ほんで、渋沢栄一が株で、ほら、証券会社作って、そして、頼りせんでも売るようになったみたいな。だから、吉野もなんか、別に、みたいな。遊んでばっかりしてんねんから。政治とか一切関係ないわ、みたいな。子供いっぱい作って、全部美香ちゃん、自分の嫁さんに預けて、みたいな。みたいな。だから、これを、もっと長くな。これから見た、明治政府って やりたかったんや、本当はな。もうちょっと時間なんかあっという間に終わってもだわ。だから、言いたいこと言うと、俺今日詳しいことどうこうちゃうねん。俺が言いたいのはもうこれだけ。ええか、歴史いうのは学校で習った歴史恨みしたらあかん。なんで、勝者の歴史やし、そしてグローバルに見ろいうこと。わかる？例えば、コロンブス、なんか有名やんか。でも現地にしてみたらめちゃめちゃ学べないからみんな悪殺しにしてみたいな。味方をどう見るか、インディアンもね、それもインディアンから見たらみたいなもんやんか。味方変えたら全然違うからな。みたいなことを覚えといて。わかったかな？だから、味方一つでガラッと歴史は変わる。これは今、歴史を通じて人間関係もそう、日本の政治もそう、人間関係も全部同じ。一つ一つどうこうじゃなしに、一人の意見じゃなしに、両方の意見も聞かなあかんでっていうこと。だから、早く、この歴史から、あ、こういうことを言いたいんやなって分かってほしいだけ。だから、条約改正なんでやったら、金の比率がすごいマイナーやったから、アメリカから日本経由して、アジア行って、もう一回帰ってきたら、お金がどっさり溜まんねんからな。
般で日本の交換率がすごく違うからやね。まあそんな、あと深掘りで分からへんかったらまた質問しいや。俺全部、この辺得意やから、できる範囲は言うからさ。今日はだから俺言うてる話は、なかなか歴史ではいろいろ調べても出てけへんと思うで。なんでやったら明治政府に具合悪いからや。明治政府に具合悪いことあんまり書けへん。今に繋がってるから。だから、勝者の歴史事を忘れたか。今日はここまで。多分な、これ、アップしとるのにな、3時間ぐらいかかると思うで。結構早ついてやっててもさ、ここずっとまた調子悪いから。それだけ気にせんといて。はい、今日はここまで。気をつけ。おしまい。じゃあね。